アメガジュンとハチスカマイのアハン、イエーイ。皆さんこんにちは。こんにちは。お元気でした。プレマスタジオがある愛知県豊橋市はただいま雨です。はい、雨になってます。なんかね、暑かったのに、はい、急激に寒くなって、うんうんうん、今日なんか寒い、ちょっと寒いですよね。皆さん体調崩してないですか？まいちゃん大丈夫？私大丈夫です。師範は大丈夫ですか？バッチリですよ。今日また今日はまたね、こうずっと寒くなったけど、だから元気にいかないやと思ってね。はい、はい、もう外にも傘さしてる方がね、寒そうにね、ちょっと風もあるしね、急激に寒くなりましたね。はい、でも今日はまた暑い話でお届けしますよ。はい、今日のあらさん、ね、まずは、オープニングでは、はい、いつもね、岡田裕樹監督、映画トランバースの岡田裕樹監督の新作映画着々準備中ということで、いよいよクランクインしました。おめでとうございます。クランクインをしました。大和健ね、マペットムービー、リアルとマペットは人形劇ですね、人形劇が組み合わさって神話大和健の世界をもう堪能させる映画ということで、ようやくというかもう満を持してといいますか、クランクインをして、この間ね、あの実写部分 の, この撮影が行われたんですね。これドローン飛ばしてたりとか、向こうで「ええよ」とかって、子供たちがね、主人公の子供たちがね、やがてこの後はこの子たちが人形の世界へ冒険隊活躍というところで、はい、岡田監督ここにね、これかすごいですかね、はい、我が親父です。我が親父、岡田裕樹監督。もうなんかね、背中がね、監督してる、やっぱりね。このちょっと前のめりになった、これ懐かしいな。とかって見ててね、もうなんかね、水を得た魚になったっていう言われてましたよ。もう、はい、これも思いっきり走らしてる、走ってここからって言ってた。一番後ろの子なんかもうへばってる感じですね。なんていくなんですかね。そう俺も言おうと思った、さすがだね。なんていく目ですかね。もうね、もう30テイクぐらいしてるんじゃないですか。子供だから強い強い。おい、そしてもうこのね、はい、はい、満面のこのみんなの笑顔と、まあ監督ももう高校野というか嬉しそうですよね。もうね、おじいちゃんみたいな感じで、はい、ね、はい、はい、今大和健絶賛撮影中なんですがね、まだちょっとこれからね、いよいよ人形劇のところ、人形劇の大冒険の大活躍のところの撮影にこうだんだん入っていくようですよね。セットもほら大掛かりじゃないですか。そうですね、ね、そう、うん、時代劇と人形劇はセットが大変、だってこういうところで人形がいるわけでもないし。そうですね、もう時代劇なんてだってこういうところ走ってて電柱とかあるし。ね、だから必ずセットがこう、ね、大事っていうこと、まあ、これからまたね、随時応援差し上げて、来春、一応ね、来年の春に公開という予定だそうなので、ね、岡田監督、引き続き頑張ってくださいね。はい、これからも大和健、この番組でも応援していきたいと思います。はい、さあ、マイキー、はい、マイキーもほら11月の18日、18日に、はい、イベントがありますので、はい、はい、よろしくお願いします。お知らせします。はい、こちらですね、はいはい、今回駒屋、松下駒屋さんで、はい、三田屋というアートのイベントがありまして、はい、でそちらの、オープニングセレモニーに、私駒屋小町として、はい、参加します。イエーイ、はい、でその後に、午前10時半からですね、はい、撮影会を行います。イエーイ、はい、素晴らしい。今回1時間で1時間ある、はい、すごい。参加は無料です。はい、でこちら入場料は必要なので、ご注意ください。はい、これ皆さん、これマイキーのこのこれ見てくださいよ、このこでも今回は、はい、洋服っていう話もあるじゃないですか。そうなんです、洋服なんです。いつもは、駒屋小町として撮影をするときは、はい、浴衣だったり、お着物なんですけれど、今回は私服で、場所的にね、和服がね、合う、はい、ところに合う場所なので、今回は洋服で、はい、もう洋服のマイキー、これ多分駒屋さんでは洋服初です。皆さん、これは必ず来ないといけませんね。もういつも言ってますけど、まあ、必ず来てる方は行くよって、もう言われんでも行くけどみたいな感じの方が大勢だと思いますけどね。もう本当に1時間ありますからね、皆さん、はい、ぜひ1時間堪能していただいてですね、
ね、これはあの18日だけですか？18日だけなん。もう絶対来るしかないですね。ね、はい、10時半、はいね、11月18日10時半から、この二川の三田屋さんですよね、今回はね、はい、そうです。でその後小前小町撮影から小前さんで、これは、はい、小前三田屋さんでやるんですかね。両方で撮影会やる、はい、あもう皆さんぜひ11月18日マイキーに会いに、はい、小前にそして三田屋さんにお越しいただきますよ。よろしくお願いします。待ってます。はい、待ってますね、はい、さあ今日はおすすめ映画スペシャルです。はい、今日ねもうなんかね久しぶりのアクション映画、おもう来ました、もう来ましたね、しかも、うん、あのブルースリー、おーもうこれもまあトラバースの卒園に来たっていう風にエンジニアの村尾さんももうもうエンジニアの村尾さんも映画フリークでねもう週に何本も見てたりとかね、もうその中でついに来たと言っていただきましたけどね、まあ、映画トラバースなんかもねこうやっぱりこのブルースリーさんのねこうアクション映画を開拓したもう世界にね、ああいうまあまあ空手的なねいろいろアクション映画っていうんですかね、それまではやっぱり西部劇とかね、そういうこうアクションといってもガンマンだったりとかそういうのが多かった中でもう東洋のまあ武道武術が主人公がその使い手であるというこういう映画を流行らせたのはやっぱりブルースリーさんですからね、はい、まあもう公の人なんでブルースリーさんとか言わなくてもいいんですけど、まあやっぱりリスペクトを込めてというかね、その流れでやっぱり映画トラバースとかもう海外でもジャッキー・チェンとかね、まあ、千葉真一さんとかもみんなこうその流れで、はい、こうブルース・リーの影響って本当に強いんですけども、今回そのブルース・リーの中でやっぱり代表作は当然ハリウッド映画の燃えよドラゴンと皆さん思われるんでしょうけど、今日はなんとこの死亡遊戯という、はい、なんか聞いたことあるなと思ってね、ブルースリーファンの方に怒られちゃいますね、聞いたことあるみたいな、いよいよこれ来たか、ブルースリーの死亡遊戯来たのかっていうね、ブルースリーファンの皆さん、なぜ死亡遊戯かということはきっと共感していただけると思うんですけども、はい、この映画燃えよドラゴンを選ばず、ね、いろいろドラゴンへの道とかドラゴン怒りの鉄拳とかドラゴン危機一発はいろいろあるんですけど、この死亡遊戯という映画はいわくつきなんですね。おかしい映画なんです。おかしい映画なんです。ほうほうほう、もうおかしすぎる、ー世界でもね類まれなおかしさ、ーと言っても過言ではないです本当に、うん、これからたっぷりそのおかしいからでもそのおかしいけどもおかしいからこそ、うん、この映画でブルース・リーという人がいかにスターなんだな、スーパースターなんだなってことが分かっちゃうんです。おー見ると分かっちゃうんです。そういう映画なんです、はい、なんと気になりますね、まあ、その大きい要因は、うん、この死亡遊戯という映画を撮っている最中にブルース・リーはなんとこの世を去ってしまうんです。途中で死んじゃった、この世を撮っている最中で、うん、どうします、途中でフィルム残っちゃったのに、うん、でお蔵入りになったものがどうしても完成させたいなと、いや無理、うんうん、さあそういうところから全く別の作品として世に生み出されたこの死亡遊戯、本来ブルース・リーが撮ろうと思っていた映画とは全く別物の死亡遊戯ができた、はい、これだけでもおかしいでしょ、おかしいんですよ。どういう作品になってんだろうって、そういうことですね、うん、まず、いわくつきの、お話を順次進めていきますと、1978年公開のこの死亡遊戯、はい、監督はあの燃えよドラゴンのロバート・クローズさん、主演はブルース・リープラスアルファプラスアルファそのブルース・リーがドラゴン危機一発、ドラゴン怒りの鉄拳、ドラゴンへの道と次々にアジア圏で大ヒットを飛ばしてですね、アジアのスーパースターになって4作目にこの死亡遊戯という企画を自ら自分の、これはね武術、武道、まあまあ、航空界の純ためがいカルテという副題がついてるんですけど、ブルース・リーズ・カンフーっていう、クンフーっていうんですかね、はい、のこのコンセプトを色濃く映画に反映させたいと思ってブルース・リーが着手したのがこの死亡遊戯なんですね、うんうん、はい、そしてしかしその前にいわゆるアメリカにブルース・リーっていたんですけど、アメリカって当時ね人種差別が結構ハリウッドは強くてですね、
で、ずいぶん悔しい思いをブルース・リーはしたんです、うん、ハリウッドの方にいてね、うんうん、で、もうでなんでっていうふうにこうちょっとあの失意というかいじけて香港に帰ってきます。そしたら香港ではもうアメリカでこう活躍してたのを勝手に編集してて、はい、ブルース・リーショーみたいになってて、ブルース・リーの番組みたいになってて、うん、ブルース・リーは香港に帰ったらスーパースターになっていました、はい、そして今の3作大ヒットを飛ばして、うん、アジアのスーパースターになった。このアジアのスーパースターになったブルース・リーをまたハリウッド映画は放っておかない、うん、あのさ悪いことしちゃったけど腹が立つけど悪いことしちゃったけどさ、もう一回アメリカでやらないっていう風に聞いちゃいました。はい。はい。あのワーナーブラザーズという有名な映画会社があるんですけど、でそこからの誘いがこの死亡遊戯というのを撮ってる最中にオファーが来ちゃいました。サマイキーだったらどうします？ハリウッド映画から日本映画をやってる最中に、しかも自分の企画をやってる最中にハリウッドから出ないかって言われた。主演ですよしかも。うわやっぱりやっちゃいますよね。やっちゃいますね。話が舞い込んだのでブルース・リー悔しい思いを晴らすためのリベンジのために、はい、撮影中のこの死亡遊戯を中断してハリウッド映画に出演することを決めました。それがハリウッド・ワーナー・ブラザース映画、あの伝説の「燃えよドラゴン」になっていくわけです。なるほど。はい、まあ後にこの映画でブルース・リーは世界中大ヒットして、まあ、文字通り世界のスーパースターになるんですが、それはブルース・リーは知らないで死んでちゃう。大ヒットしたこと、撮ったのは撮ったんですけど、まあ燃えよドラゴンはまあちょっと置いてて、また燃えよドラゴンの回でご説明をしましたけど、燃えよドラゴンの撮影を終えたブルース・リーは疲労困憊だったらしいです。もうクタクタ。まず英語のスタッフと香港のほら広東語のスタッフの意思の疎通がもういない。言葉の壁、言葉の壁、あと文化の壁、はい、から手法の壁、はいはい、でハリウッドの方がやっぱり上だから上から目線、香港側のスタッフのガーガーみたいな、うん、でブルース・リーはブルース・リーでやっぱプレッシャーですよ。この映画こけたら俺も人生終わるだろうみたいな、うんうん、ね、やっぱりそういう待ちに待ったことですからね、はい、さあ、まあ、疲労困憊で、まあ、名作ができたのはもう皆さんご存知の通りなんですが、疲労しきった心身に鞭を打ち、また違うコンセプトのこの自分の武術の燃えよドラゴンっていうのはね、うん、な007ってあったでしょ。007のなんかねこう素手でこう戦うバージョンみたいな感じのちょっとスパイアクションも入ってるんですよ。だからまあまあ娯楽映画ですね。これはもうブルース・リーが自分の武術やのあれを披露したいという映画ですから、疲労困憊でももう鞭打つように死亡遊戯の撮影に再開に再び死亡遊戯の撮影取り掛かりました。しかし1973年7月20日死亡遊戯のアクションシーンのみ100分ぐらいと言われています。100分ぐらいを撮ったところでブルース・リーは32歳の若さでこの世を去ってしまいます。突然死です、はい、これがまた伝説にブルース・リーがなっていくということなんでしょうね、うんうん、はい。かくしてブルース・リーの死という悲劇に見舞われて未完成のままお蔵入りになってしまうと思われた死亡遊戯、うんうん、しかしこの100分残っちゃった幻のフィルムをどうしてもファンの人たちは見たい見たい見たい、気になりますよね、うん、見たい、うんうん、どうしても見たいという全世界のブルース・リーの熱狂的なファンの期待に押される形で、香港のあの、まあ、皆さんブルース・リーファンの方、原さんも見てますか、原美さんも見てますか、ね、皆さん、もう染野先生はちょっと僭越すぎて言えないですけど、もうあのゴールデンハーベストというね、うん、はい、レイモンド・チョーさんという人が社長さんですけど、もうマイキーが名刺録の、はい、がオリジナルとは全く違う脚本で完成に向けてまた撮影を再開します。これがまたブルース・リー映画のおかしいところというかね、おかしいところ、はい、ちょっとこれ今見せますけど、だんだんに、うん、さあ何をしたかというとですね、はい、一番の問題は主演のブルース・リーがもうこの世にいないということです。これ問題ですよね。問題です。問題です。主演がいないんですから、うん、さあそこで制作チームはものすごいアイデア、離れ技を考え出します、うん、前半のドラマパートおよびアクションパートはなんと数人のそっくりさん
そっくりさん、そっくりさんを使って、だから後ろ姿が似てるとか横顔が似てるとかアクションが似てるとか仕草が似てるとかっていうに、うん、もう数人のそっくりさんを使って取り上げるという離れ技をやってのけたんです、はい、はい、その過去の作品のあのね、こうなんていうかな、顔だけこうはめ込んで他の人の体とか今やるじゃないですか CG で、あれのもうめちゃくちゃこんな拙いやり方でいいのかっていうような下手くそなやり方でこういうふうにブルース・リーの顔を貼っつけたりとか、はいはいはい、貼っつけてあって、これ映画の本編ですよ。もうおかしすぎるでしょ。でここを貼り付けてあるので画像なんです。でこっちが動画なんで首が後ろで動いちゃったりとかしてるし、チェックしていただいたら分かりますけど、こんなのいいのかっていうぐらいおかしい。ね、しかもこのブルース・リーのそっくりさんっていう人たちが一瞬つい顔が正面から映ってしまうんですけど、今度はもう全く別人ね。全く別人。さあ本物のブルース・リーはこういう人です。こちらね。さ、なんか似てるなっていうところはわかるんですけど、うん、ね、ほらこのブルース・リーってどうですか。ちょっと、うん、まあね、まあ、そっくりさんと言われればそっくりさん。ブルース・リーファンの人たちにとって許せなくても、まあ、この人はちょっと似てるかなと思っちゃうかもしれませんけど、やっぱりこういう、あ、これね、これと本物を見ましょう、うん。どうですかこれ。あ、でも違いますね。違いますよね。違いますよね。はい。そうやってもう本物のブルース・リーではもう似ても似つかないというか、でも、うん、でもまあ、あのやっぱりすごい努力はされてる。これわかるんです。しかし全世界の目の超えたブルース・リーファンの目にはやはり違和感とフラストレーションが、前編でやっぱり、どうですか、1時間20分ある映画の中で、1時間40分だ、ごめんなさい、1時間40分ある映画の中で1時間10分、だから最後の20分30分まではもう とにかくフラストレーションが、違うよ、違うよ、なんか違うよっていうことで、そしてようやく最後の20分余りのところで迎えたクライマックスの時にブルース・リーがカン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 と軽快に階段を駆け上がってくる姿を見せた時、はい、もうあのね、やっぱりスターっていうのは、うん、こうね、いくら似ててもね、オーラが違うんですよ。だからね、俺もこれ見たんですけど、俺そんなにブルース・リーのめちゃくちゃファンだったわけじゃないんですけど、こうね、ブルース・リーがね、本物がね、こうやっぱり、あ、自分で予備知識分かってるじゃないですか、ちょっとそっくりさんがずっとやってるなって、やっぱ違うなと思うんです。でどっかもうファンの方なんかもう、うん、まあ、努力は買うけど、ブルース・リーいつ出てくるのかなって言って、最後にブルース・リーのいよいよラストの戦いのところで階段をね、コン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 とブルース本物が上がってきて、はい、ってこうやるんですよ、はい、うわーよ、待ってましたってなるじゃないですか。なります。その役者さんにこう、あの昔はステージの役者によ待ってました、占領役者っていう声をねかけたくなる、うん、もうみんなね、最高のカタルシスをこう感じたと思いますよ。ようやく本物が見れた。もう全然違う。ペッってやって。ってやるんですよ。うん、いや、ファンならずとも、うん、かっこええなーって、やっぱ違うわっていうふうに思うこの瞬間。もう本当によう待ってましたっていう感じですね。この映画はそれを感じるためだけにあると思います。そうなんだと思います。最後のクライマックスがもうね、内容はもういい、もう見てもらってもまあまあのアクションもあるし、だけどこれはもうブルース・リーっていう人がいかにこれを見たいがためだけにこの映画を作るというね、うんうんうん、そんなパワーのある映画俳優っていないですよ。もうそれだけよ、出てきた時にブルース・リーだっていう、これだけを感じさせるためだけにあるこの伝説の死亡遊戯。皆さん、この死亡遊戯という映画はブルース・リーという人がやっぱりいかにスターだったのかというね、はい、はい、そういう、一本だ、このために作られた映画といっても過言ではないです。原さん、どうですかね、これの切り口も合ってると思うんですけどね。はい、ナミエさん、いかがですかね、映画評論家のナミエさん。はい、ということでね、原さんはもう友人ですけど、ブルース・リーの研究家の、ね、世界でも第一人者と言えるぐらいな、
私長峰さんはもう映画評論家でもものすごいあの方なんですけど、友人なんですけど、いずれもまあどういうふうにこの死亡遊戯、捉えてくださったかなと思ってね、またご感想お待ちしています。はい、ということでちょっとあのトラバスではやりたかったんですけど、トラバス時間がなくなりましたんで、はい、後半のマイキーのおすすめ映画に進めさせていただきたいと思います。はい、ではマイキーお願いします。では、はい、私のおすすめ映画に入ります。おすすめ映画はこちらです。はい、こちらあらすじは、恋に仕事に頑張るあなたを送るゴージャス&ユーモラスなサクセスストーリー。ジャーナリストを目指してニューヨークにやってきたアンディ。おしゃれに興味のない彼女が世界中の女性が憧れる仕事を手にしてしまった。それは一流ファッション誌ランウェイのカリスマ編集長ミランダのアシスタント。しかしそれは何人もの偽善者を出してきた恐怖のポストだった。悪魔的にハイレベルな要求となり続ける形態、センスゼロと言われ、私生活はめちゃくちゃ。このままでいいの？私って本当は何がしたいんだっけ？というあらすじになっているこのプラダを着た悪魔なんですが、うん、はい、こちらはですね、あのなんかこうパッと見た感じは、この憧れのファッション業界でのし上がっていくサクセスストーリーと感じる方もいるかもしれないんですが、はい、その理想を描くものではなく、むしろ憧れとは正反対の映画となっていて、うん、で、まあ、あの仕事を始めたばかりの人に必要なことだったり、うん、仕事への敬意、先輩への、ね、プライドの高さとのこの、うん、関わり方だったり、うん、上司のポテンシャルの引き出し方など、その仕事の向き合い方をエンターテインメントとして描いた教材とも言える物語となっているんですね。で、こちらこの最後のところなんですけれど、ま、あの、こちらが、アンディで、で、この上司になる人がミランダとなっているんですけど、うん、この二人の一番の違いっていうのが、仕事のために家族や恋人や友人を犠牲にできるかというところだったんですね。うん、できる人はどっちですか？できる人はこの上司の、犠牲にできる人はミランダで、ミランダ、はい、はい、できない人で、あの迷ってる人はアンディという、うん、はい、あの部下なんですけれど、うん、はい、まあ、この2人の物語で、うん、まあ、この仕事と家族や友人恋人どちらを優先するかということは、うん、多くの人が多分必ずどうしようかなってこう迷ってしまう永遠の問題だと私は思っていて、はい、でどのような生き方を選ぶか、人生の選択に至るまで重要な知識をこの映画の中で教えてくれると思っています。でもこの言われた仕事をするのではなく、考えて動くことの大切さ、それと自分の道を歩む固い決心をしたこのアンディの姿をぜひ映画を見ていただきたいなと思いますっていう、はい、私の、はい、感想です。アンディさんも最後のマイキーの言い方だと、ちょっとなんかこう固い決心を固めたっていうことで、何かこう、うん、そうなんです、なんかマイキー的にこうちょっとグッとくるとかあった感じですね。グッとくるところがありました。うん、なんか迷いがね、うん、仕事とね、いろんなこうプライベートとか、うんうんうん、いろんなことの迷いっていうのも前ちゃん言ってた通り、うん、みんな悩むことですよね、きっとね。そうなんです、うん、女性だけではなくて男性もきっと悩むことあると思うんですよ。もちろんです、もちろんです、うん、男性の方がうじうじかもしれません。で、ね、うんだってもうものすごい、うんうんとかね。そうそう。そうなんですね。そうですね。で、なんか、うん、その、この先輩の上司はもう揺るぎないの。もうそう。揺るぎない。そうです。うん。もう決めてる。もう決めてる。もう仕事に生きてくっていう。結婚とかされてないの？結婚されてるんです。この方ね。はい、されてる方がね、うん。だけど、もう夫とか子供とかじゃなくて、もう私仕事に行けるんだ。仕事に行けるんだって。それでもうまくいってるの？あ、なるほど、ちょっと、うまくいってなくてもいいわっていう人ね。うん、で、アンディさんは、ちょっとどうしようかなっていう、うん。どうしようかなって。そう、そうなんです。アンディさん結婚してるの？
アンディさんは結婚はしていないんですけれど、うん、恋人がいて、まあそれは結婚しようよとかそういうことも含めてどうしようかなっていう揺れるわけですね、うん、で仕事にこうすごく打ち込むんですよ、うん、でだけどそのアンディ好きじゃないみたいな感じで言われちゃうシーンもあったり、あ恋人にね、うん、悩むよねそれは、悩んじゃいますよね、うん、うん、まあちょっとほらあいちゃんだってこういう仕事だもんでいろいろ悩むこともあるじゃないですか。ありますよね。うん、もう勝手と私とどっちだと思うんだよ。そう。ああみたいな。すいません。隠れちゃう。っていうこともあるしね。うんうん、やっぱりいろいろほらなんかこう悩みの中でさ、アンディさんはどういう選択をするんですか、うん、皆さん興味ありますよね。はい、まあ一番のじゃあマイキー、グッドポイント。うん、グッドポイント。グッドポイント。グッドポイント、うん、あーでもこれはネタバレになっちゃう、まあ、でも俺もネタバラしまくりでしたからね。もちろんストーリー全く言ってないですけどストーリー全く言ってないですけど、そうですね、結末言わなくてもいいですけど、うん、なんかグッドポイント、グッドポイントはやはり、うん、シーンでもいいですよ。最後のシーンの時に、うんうん、なんだろう、あの最初まあすごくファッションセンスがあんまり良くなくて、はいはい、あのまあ、髪型とかも含めてあんま良くなかったんですけど、うん、まあ、ファッション業界を通して、はい、なんだろう、すごくきらびやかな感じになって、なんかどん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 内面からこう磨かれていくこのアンディのこの姿が本当にもう私は見ていて、うん、美しいわっていう風に思いました。もうそこスキッとしたのね、うん、もうなんかスキッとした、スキッとしました。スキッとするらしいですよ、うん、うん、はい、なのでそこのところを見ていただきたい、うん、推しポイント、推しポイント、はい、です。スキッとする、うん、なんかこうなんかいろいろいただいてますよ。お、ああ長峰さんっていうあの映画評論家の方が、プラダを着た悪魔は男の僕も癒されました。おお、マイキーさんの映画解説繊細ですね。 ありがとうございます。映画って本当にいいですねって言ってると思いますよ、長峰さん。これもうさよならさよならみたいな感じマイキーさんの映画解説先生ですね。ありがとうございます。長峰さんありがとうございますね、はい、もうとっても繊細なね映画ですけど、まあこうすっきりするってこうなかなか映画って本当にそういう力ありますよね。あります。まあなんか皆さん、あのお悩みの皆さんぜひこのプラダを着た後、まあ、マイキーもね、はい、ちょっといろいろあの得ることがあったみたいですから、皆さんすっきりこうこの映画を見てね、成長したこのアンディさんの姿が何かを学び取ってっていうか感じ取っていただけたらね、この映画映画スペシャルをやってるあの回もあるじゃないですか、はい、ね、うん、はい、今回は、おかしい映画というわけで死亡遊戯と、はい、プラダを着た悪魔でした。まあこの死亡遊戯の方はもう死んでなおかつブルース・リーに、うん、遊ばれたという感じです、ファンが。だから死亡遊戯です。ブルースにとっては死んでもう遊戯お遊戯になっちゃったみたいな、もうみんなもて遊んでやったよみたいなね、もうブルースリーファンにとってはたまらない一作、うん、はい、プラダを着た悪魔も、ぜひ皆さんちょっとご覧になって、またね、はい、こうやってご紹介したので感想いただけたりすると嬉しいですよね、うんうん、嬉しいんです、ね、はい、ぜひまたあのこんな映画もおすすめだよなんていうこともね、うんうん、皆さんからぜひあのこのここにこちらの方にね、はい、こちらの方に、はい、映画おすすめの映画とかも、お寄せいただけたら嬉しいです。はい、ということで今日も楽しく過ごしてまいりましたけども、時間となってしまいました、はい、はい、次回予告はシアンとマイキーの武道健康空手教室です。はい、また元気に皆さんお会いしましょう、はい、はい、それでは今週はこれで失礼いたしたいと思います。亀田純と実家前のアラン、また来週。